ウィルフォード・ブリムリーは、アメリカ合衆国ユタ州ソルトレイクシティ生まれの俳優、A. ウィルフォード・ブリムリーとクレジットされることもある。6歳の時に、サンタモニカに移住。朝鮮戦争勃発後、高校を中退して、海兵隊に入隊した。アディーシャン列島に3年間中屯し、除隊後は、ロデオの選手、ハワード・ヒューズ監督のボディガードなどの職に就き、 やがて映画のエキストラやスタントマンを始めるようになり、1969年の勇気ある追跡で映画デビューを果たす。1979年のチャイナシンドロームあたりから次第に顔も知られるようになり、1982年の優勢柄の物体 X で名を挙げた。以降、ナチュラル、国運、エンドア、マゾラの妖精等多くの作品で重要な役柄を演じ、 テレビシリーズ、頑固じいさん孫三人では主役を演じて、頑固だが心優しいおじいさんを素敵な雰囲気で演じていた。この作品はヒットし、シーズン2まで作成された。オートミールなどのメーカーとして知られる、クエーカーオーツカンパニーのテレビ CM でも知られている。口ひげのイメージが強いことから、フルの口ひげを、ウィリフォード・ブリムリーひげと呼ぶこともある。晩年は、長年、 人工透析を受けており、腎臓の病で2ヶ月間の闘病の末、2020年8月1日に自宅のあるユタ州セントジョージの病院で死去。1956年に結婚したツマりんとの間に4人の息子を設けるが、彼女とは2000年に死別。その後、2007年にビバリーベリーと再婚。1979年に糖尿病と診断されて、以来、 糖尿病に関するチャリティに参加している。ありがとうございます。